じゃあ、えー、と時間ですね、やっていきましょう。えー、と今日のガイダンスタイトルですけれども、えー、と適正試験までの2か月間で、えー、得点アップする方法というところになります。えー、従いまして、あの普段やってるガイダンスですね、普段やってるガイダンスは、あの適正試験のですねこう、まあ、総論的な勉強方法とか、なんでしょうね、他にもなんかにもスケジューリング、えーまあ、時間がですねある程度、 こう円滑にあるっていうところを前提としてですねあの結構やることが多いんですけどもあの今日はですね2ヶ月間っていうところにまあ縛りがかかってますのでまあその意味でですねあの普段っってるるガイダンスの中身ととですすねちょっとずれる時もありま,すあのまあやはりどうしてもですねあの例えば6ヶ月ある時にどんなふうな勉強するのかっていうのとまあ,あるいは1年ある時にどうするか2ヶ月しかない時にどうするかっていうのはやっぱりやるべきことっていうのは少しずつ少しずつあのずれていきますので。 まあちょっとそこのところはです、ね、あらかじめちょっと了承しておいてください。じゃあ、えー、と始めていきます。えー、とまず、ですね2か月間をどう使うかってところですね、えー、とちょっと今日これから話をする中身としましては、えー、とまず総論的なところとしましては、えー、とスケジューリングですね、あの学習計画とか、あのそういった話です。でえー、その次にですねあの 個別具体的なあの学習のコツといいますか。というふうに話が進んでいきます。まあ、あとはですねまあ時間の許す限りあのりあ他のですねもうちょっと突っ込んだあの学習のポイントとかあとこう試験の傾向とかですねあのそういったところもちょっと話をしていきます。じゃあえと早速やっていきましょう。 えーとまずスケジューリングの話なんですけれどもあの残り2か月間ですよねで2か月間でまああの今3月ですから今しゃべってるのがですねえーまあ全体の流れをまあざっくり概観しておきますと3月からまあ5月に入りましてまあこの5月のまあ下旬頃からですねあのまあ適正始まりましてでそれが終わり次第、まあ私立であればまあ9月。 まあ国立でであればまあただ10月頃ですねここにまあ法律科目の試験があると、まあ、ちょっと書いときましょう、えー、こちらがまあ法律科目になりまして、えー、まあ5月が適正ですねっていう流れです、まあ、今回話をするのはこの2か月間のところとで この2ヶ月間の過ごし方なんですけれども、あの、やっぱりちょっとこれも個体差は出てきますね。えっ、ー、と、今のですね、こう、ロースクール入試を、まあ、取り巻く現状といいますか、あの、どん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 ですね、志願者が減っているってことはご存知ですよね。で、昔に比べれば、それこそですね、5年ほど前に比べれば、あの、随分ロースクール自体入りやすくなっていますで。ただですね、入りやすくなったら反面ですね、あの、各ロースクールごとの この合格率ですね、えー、そこはもうほぼほぼ固定化されてますね。まあ、たまに入れ替わるときはありますけども、大体いいですね、あの上位まあ7校、8校あたり、あのそこの辺が入れ替わる、大幅に入れ替わるということは、もう普通はありえないです。で、えー、とまず総論的なところなんで言っておきますと、えー、と今、関東のガイダンスですからね、今日はちょっと、関東の方を中心にちょっと話をしていきますけども、えー、基本的にですね、えー、と国立でしたら、 あとすでまあ,あの関西の方に行きますとあの京大とかあともうちょっと九州の方に行きますと九大とかまあちょっとありますけどもであとはこの辺ですよねで私立に行きますとまあ大体のところとしましては慶応まあそれと中央え大、ー、体合格率がですねコンスタントにまあ大体3割 まあ半ばから後半ぐらいに差し掛かるっていうところとしてはまあだから言い方を変えればこれ以外のところに行ってもですねちょっと若干危険性は高いわけですね、まあ、特にあの全体でまあだだ3割5分を超えるぐらいなのでまあですからとにかくですねあの目指すべきところとしましては奇襲コースでえーこういえたところに入る。 ってところがです、ね、最終的な目標ラインですね。で、えー、とちょっとこれから先、一般論の話をしていきます、えーと社会人入試。社会人入試でどこでもありますね。あの社会人経験があの3年以上ある方ですね。あのアルバイトはこれ含まないです。大体どこのところもですね。えー、正社員として3年以上のキャリアを持っている方。 こういった方を対象にしましままて社会人枠というのがあります例えば東大とかですねまあちょっとあのこれ去年までのデータなんでまた今年の願書ですねちょっと変わるかもしれませんけどもただ基本的にどの辺もですねあの願書のこうどっかにですねこうなんかチェックボックスなんかあのこんなふうなチェック欄があってですねなんか社会人入試を希望するみたいなところがあるんですよ。でまあ願書を出すときに えここにまあ3年以上のキャリアを持っている方はこれれチェックボッククボス入れておきます、えー、そうするとどうなるかといいますとまずですね、えー、まあ成績とかを見てまず社会人枠として大体、ま、いい10人とか20人とかで、まあ、20人ないか大体いい10人とか用意されてますのでその社会人枠の中でまず優先的な選抜がなされますでその社会人枠からこぼれた人ですね社会人枠からこぼれると今度どうなるかといいますとそうしたら今度は一般の学生のところにポンと放り込まれてで一般枠の中で選考がなされます 要するに、ここにチェックボックスをつけたことによって、あのまず優先枠ですね優先枠での,この選考がなされて、でそれがだめな場合に一般枠というふうになります。だからここにチェックをつけるということは、あの有利になることはあって、不利になることはないので、あの必ずあのこういったところ、チェックボックスはですね入れといてください。あの何年か前にです、ね、あの受講生の方で、チェック入れ忘れたという方いらっしゃいましたけども、あのめちゃめちゃもったいないです。あのかなりぬるくなりますから。 あの社会人僕あのここにやるとですね。で、えー、と目安ですけども、えーとですねまあ、何パー目指すかというところですね、で毎年毎年、ですね平均点というのはあのちょっとずつちょっとずつ変わりますので、えー、とまあだいたい上位何パーセントかというところを言っておきますと、えー、と一番この中で適正のウエイトが高いのが一橋です。 だいたいここはですね、まあ、例年、例年ですね、まあ、上位10%とか15%ぐらいに入らないとあのなかなか難しいですね。で、やっぱりあの司法試験受けようっていうふうな方なのでなんだかんだであの、まあ、特に一いとか受ける方はですね学部もあのこの辺の学部出身って方が結構多いんですよ。しかも若いんですよ。で、あの実際ですね、適正試験え手、ー、といられた方いらっしゃいますかね。あの 私、毎年毎年試験を受けてますけども、あの、なんだかんだですね、あの若い人の方が有利です。もうこれはど,どうしようもないです。あの、私もどあの、やっぱり結構ですねあの、だんだん心が折れそうになるときも結構あるんですよ、実はですね。まあ、あの、一応、経験とかであのカバーできる範囲ですけども。まあ、なので、結構ですね、人すばしとかになるとちょっと厳しいなと。あの上位10%、15%ですね。で、これと違ってですね、えー、と東大、慶応、 中央ですね。えっとこの三校は意外と狙い目です。あのどこもま人気校で、あの就職とかもまあ全然何の問題もない,ないんですけども、その割にしてはですね、あの意外と適性がですね、なんかなんか二十パー上位二十パーとかでもですね、あの他が良ければあの受かったりしてます。要するに挽回があのしやすいんですよ、すごくですね。えー、というわけで。 まあ目指すべきものとしてはですね、えっと最低ですね、最低でミニマムで上位二十パーと、まあ上位二割ですね。あのここに入るってところをまず目標にしてください。まあだいたいこれあれですよね。あの資本資産のだいたい被るわけですよね。要するにあのこのロー・スクール ローースクール入試の中でまず2割に入りますね。でその2割の中のさらにですねこう選抜を受けてその中の、まあ、大体ですねこの、まあ、4割ぐらいがあの司法試験を受かるわけですからだいたいこの辺の、まあ、数的にはまあ割と一致してます、まあ、ですから常にですねあのどの募集団に乗っ取ったとしても上位20%を確保するというところは非常に大事ですね。だとこの辺が目安になります。 まあ社会人のところでしたらもうちょっとですね少しはぬるくなります。まあ、もちろん経歴にもよりでしょうけども。えー、というわけでまずですね今日はえとこの上位20%ですね、ここに何とか食い込むってところをちょっと話をしていきましょう。というわけでスケジューリングとしまして、まずですねえと1日の勉強時間ですね。 えとこれはもう何度も何度もですねあの普段のガイダンスから言ってますけども、えー、とこれはもう崩さない方がいいなっていうのがです、ね、やっぱり1日1時間ですねあの純粋未集で後先考えずに頑張るっていう例外的な局面に除いては、えー、これはもうですね厳守した方がいいですであとですねあのどうしてもあの時間がなくて未集っていうふうな方もですねあのできる限り あの法律はやっといた方がいいですね。あの。めちゃ,くちゃ危険なんですよ。あの何かと言いますと、あ、ちょっとすみません、ね。適正から若干ずれますけども。今ですね、奇襲と、あ、これメモなくていいです。あの。奇襲と密収ですね。大体、あの、まあ、東大とか、まあ、慶応とか中央ですね。大体奇襲の合格率が大体五割ぐらいです。で、未収の合か率、大体ですね、十五パーぐらいです。で、未収の方の数が圧倒的に少ないんで。 あのまあ、どっちかというとこっちの方によるわけですけどね大体いいそれのまあ35%ぐらいに、まあ、全体まあ35%から40%ぐらいになってるなというふうな感じです。というわけなんでこれに入っちゃうとやっぱりあんまりよろしくないんですよ。でですねあの未知数と奇襲って1年間しか違わないからあの理論上はですよこっちは3年でこっちは2年なんで。というわけでもし仮にですねあのロースクール入ってから挽回できるっていうふうな理論が成り立つならば この密集の方々はですね、2回目の受験のときにです、ね、この奇襲と同じくらいのリースになるはずですよ、本来であばならば。ですがならないんですよ。この15%、8%パーとかなっちゃうんですよ。というわけで、この密集と奇襲、何が違うかといいますと、このローに入る前の勉強も全然違うんですよね。あのローに入ってからの勉強っていうのはですね、あの基本的にあの結構深く狭いです。えっ、ー、と、どんなふうなイメージかといいますと、 本当もう点と線なんですよ。なんかこう範囲があったらですねこの点と線でバーっとやってる感じです。で奇襲の方,方はですねもうあらかじめあの入学前にもう全部浅く広くばーっとやってるんですよね入門講座だあの論文当連だっていうのでばーっとやってみます。そうすると、えー、この辺のですねすごく狭いと言いますかあの点と線の勉強ポーンとこう知識を放り込まれても受け皿があるんですよ。 だからこれがですね、なんかうまく機能しないんですよね。というわけで、あのこれはかなりですね、あのリスキーといいますか、あのロースクールに入りさせればいいやって思って、密集に入っちゃいますと、あの3年後、4年後とかにですね、結局あの使った分だけ、あの学費の分だけを回収できずに終わっちゃうという危険が高いです。そしたら500万の投資が無駄になりますよね。あんまり、それはちょっと危険なんで。というわけなので、 あの本当にもうおすすすめですねここから今,今3月ですけどもあのここまでですね必ず法律の勉強はメインでやっておいた方がいいですどっちみちあの入学後の4月からは全法律しかやらないわけですから入学後の話で適正が要求されるってことはまずないですまずっていうかまあ絶対ないです、えー、従いまして1日当たり1時間でで、えー、とその代わりですね、えー、残った時間、えー、これをですね まあ法律に充てるというのが基本的な勉強方針です、まあ、残った時間が何時間かはですねあのまあ人それぞれによって違いますのでとにかくもうこの時間を厳守です、まあ、どうしてもやっぱり社会人の方が最近増えてますからねあのどうしても奇襲ってところからちょっとまあ言いにくいところがあるんですけども、まあ、ただですね 正直なところ言いますとあの私ロースクール、まあ、普通に通ってまして、まあ、私も社会人出身だったのであの、まあ、当然社会人の方とこう、まあ、友人になるってケースがやっぱり多いんですよでその社会人の方で、まあ、未就でですね結局最後の卒業まで残った人間っていうのがあのごくごくわずかですねあの10人ぐらいいましたけども留年度がせずにですね普通に残れたっていうのは私はもう一人だけです。 要するにもう10人中8人ぐらい、もうどっかであの抜けちゃってるんですよ、元の職場復帰するとか、あるいは別のところに転職するとか、ですねあるいは留年しちゃうとか。えー、といかわけでかなりリ、ね、スキーだと思ってください、あの下手な選択をすると、ですねだから奇襲は目指してください。というところで、えーっとまあ、1日1時間ですけども、えー、っと1時間ですとね、それこそ、あの テキストとか用意してもうそれで10分15分あとあっという間に過ぎますんであのこの1日1時間、まあ、週、えー、と6日間やるとしまして、まあ、6時間ですよねえっ、ー、とこの6時間はあのばらけさせるんじゃなくてあのまとめてやってください要するに1日6時間ドカッというふうにあの適正やってもいいですし あの3時間を2回やってもいいんですしあのそれはもう自由ですあの講座ですね講座を受講される方私の講座を受講される方でしたらあの3時間が2回になります一応おすすめはこっちですあの推奨プランというかですねおすすめはこっち3時間を2日間、えー、例えばあの土,曜の土曜日の午前中と日曜日の午前中で日曜日の午後は休みにしとくとかですね でどうしても週6日出勤しないといけないとかあの土日どっちか絶対会社行かなけれいけないとかいう場合に限って、まあ、1日6時間あの日曜日とかまとめるというのも OK です。よろしいですかねで、えー、と,とりあえず今のところまでで、えー、と死亡する大学院と あ目指すべき、まあ、パーセンテージですね、えー、それと、まあ、1日あたり何時間使うかというところまで話をしましたじゃあ、えー、とちょっと中身の方に入っていきましょう、えー、とちょっとこれから個別の話です、えー、とちょっとお聞きしますけども、えー、と適正試験をですね、えー、とこれまでにまあ何でもいいですあの1回 1>, 1年分でもいいんで、ほんとちょっとでもいいんで、あの過去問を解いたことがある方、どれくらいいらっしゃいますあっ、言い方少ないですね、半分以下ですね。えっ、ー、とですね、まずあの、順番ですね、じゃあちょっと、順を説明します。まず、まだゼロの方がほとんどでしたんで、えー、とまずですね、あのどこでもいいです、あの何でもいいので、とにかくですね1年分、あの過去問をです、ね、解いてみてください。 もちろん時間はかってです。というわけであのあそうだ、えーと、1部、2部、3部、何が出るかってご存じない方いらっしゃいますそれはゼロですかね。じゃあもうそこは割愛しますね。で、えー、と各部40分で、まあ、い基本的に演習はです、ねまあ、1部から3部までやれば結構ですから。 まあ、トータルの時間としましては、まあ、これかける3で120分と。で、えー、と基本ですねあの40分やってまあ本試験だったらですね、まあ、2 3 0分あの休憩があってまた40分って話ですけどもあの本試験は意外と疲れますんであの本試験会場やりますからね家でやるときとやっぱり疲れが違うんですよ。でしししいままて、てやり方としましては、 40分やって、まあ、10分ぐらいちょっと休憩して、また40分やって、また10分ぐらい休憩して、また40分と、これを3つまとめてやってください。で、年度はですね、固定です。あの一部第1部がですね、なんか平成20年で、第2部が平成23年とか、それはだめです。あくまでもこう固定された1年分ですね、この過去問の中から調達してきて、でそれをですね、時間を計って120分ぶっ,と、まあ、ぶっとしてみますか、途中10分ぐらい休みながら、あのマークシート、塗る時間も含めてやってください。 でなんでかと言いますと、あのこれでまずです、ね、えっと、時間管理ですね、あの人間でどうしても時間がですね、あえっと実感できないことは、なかなかこうモチベーションになりませんので、あの適正試験、時間管理がめちゃめちゃシビアなんですよ。ですから、あの時間管理が本気でやばい試験なんだということをまず実感してください。あとですね、あのまあ、特に社会人ですね。 あの我々社会,人の方な社会人になってくるとですねあの疲れですねあのこれ意外とですね侮れないと言いますかあの聞いたことありますかね脳みそってあの自覚症状がなく疲れ,てる,疲れるんですよだからよくあのあれです、ね、パイロットとかあとこう軍隊とかですね あれは睡眠をとることが義務付けられてますよね要するに自分で疲れてないからまたいけると思ってもですねあの知らずのうちに脳はあの疲労が蓄積して思わぬミスをするんですよ。まあ、だからこそ休憩というのは義務になってるんですよね。というわけで意外と疲れます。で大体ですね目安的にはですね、まあ 1, からまあ、1部からですねスタートして、えー、と3部までありますよね。 1> であと第1部が終わった段階で、えー、結構、ですねもうダメージ受けてますね。で、2部で、えー、あのパズル系の問題、あの表頭が書くやつで、えー、もうほぼですね、これ破綻します。で、そこで第3部ですね、えーまあ、解いたことある方はですねあの絶対1回ぐらいはあると思いますけども、あの経験がですね、大問が1から4まであるじゃないですか。で、大体3問目の途中ぐらいで終わっちゃう。 問問目は丸々大問です、ね、残すすね残って経験あると思いますあのこれはですねあの、まあ、もちろん長文読解がなかなか難しいということもありますけどもあの疲れもですねやっぱり多分にありますね。えー、というわけなのであの、まあ、こういったところをまず1回ですねあの実感してみてあの、まあ、慣れですねそこはちょっとやっといた方がいいです。でですね 1一回ま,あまずやりますよねこれをあの時間を測ってでそうするとえだ体自分がですねあのだいたいこういうことができてこういうところができないとかあるいはなんかここは意外と解けるなとかですねあのなんとなくですねあの感覚でいいですこの,この段階ではなんとなくわかりますでちょっとまた後の方でも少し言いますけどもあのんで過去問かっていうとですね あの適正試験今の適正試験ですねもともとあれですねどの資格試験でもあの過去問っていうのはすごく洗礼価値が高くてですねあの過去問で問われたことが、まあ、まんまですね、まあ、まんまと言いますかあの、まあ、繰り返し出たりすることってあるじゃないですかもうこれはもう司法試験の択一なんかで全く同じですよねで、まあ、過去問をちゃんと分析して出題範囲がどこからどこまででどんなふうな問題がよく出やすいかっていうのを分析するというのは非常に大事なんですけども 適正の場合は、ですねあの,他のいろんな資格試験に比べてあ,のありえないぐらいこれは顕著です。要するに過去問で出たことがですねあのまんま、あの本当も死後、実語を変えた状態でまんま同じような問題が出るとてことがです、ね、あの結構あります。大体いいですね、まあ、ちょっと書いておきますけども、大体いい過去問をあの10年分ぐらいやっとくとですね、 あの本当にもうストックとしてですね大体3割から4割ぐらいですねあこれ見たことあるっていうことになります。あのこれは本当お得ですねというわけであの他に類を見ないぐらいですねあの加工もめちゃめちゃ大事だというふうに思ってください。 ですから、えっと、残り2か月間であのまだ皆さん結構手つかずの方多いですよね。というわけであのやるんだったらもう過去問だけです。あの多分それ以外で手は回んないです。あのだって1年,もやる1年やるだけでも結構大変じゃないですか。あのあえー、と書いておきますかね。各部で,す、ね各部でえっと、証文数が24証文あるわけですよ。 であの解いて、まあ、解くだけで120分ですよね。で、えー、この120分、まあ、2時間ですね、2時間かけて解いて、でじゃあ、この24昇門、えー、×3 ですよね、えー、これ、復習数にどんだけかかるのかって話なんですよね。まあ、1週間に6時間として、まあ、残り時間、これ4時間じゃないですか、まあ、単純計算です、休,み休まず解いたとしてもです、4時間じゃないですか、4時間でこれ無理ですね、絶対に。 というわけで大体ですね、あのできるものとしましては2週間で1年分できればいい方です。これも結構早いペースになります。あの独学の場合ですね。あのこれも結構いいペースですね。順調に言ってこれです。 でえーまあ、残り2か月間、まあ、多少、まあ、あの時間少し前後しますけども、まあ、2か月間のところは8週間ですよね。ということは、えーまあ、基本的には4年分ぐらいしか解けないということです。というか、結構、です今、ね、まあ、やばいんですよ、状況的にはですね、あんまりよろしくないんですよ。従いまして、あのあえっ、ー、と、講座取る予定の方、います あのもし講座を取る予定の方は、ですね一応過去問のやり方全部あのやりますんであので、取る方は、ですねそれをもう単にトレースするだけで OK です。すでに DVD の垂れ流すだけでなんとかなります。で、そうじゃない方ですね、独、えー、学でどうしてもって方ですね、にちょっと言っておきますけれども、えーと、使う教科書ですね、えーと、市販本がいくつかありますね、いろんな予備校が出したりとか、いろんな出版社が出したりしますね。 えと基本的にあの適正試験はですねこの市販本は一切役に立たないというふうに思ったほうがあのいいですあ。なぜかと言いますとあのいわゆるです、ね、予備校本ですね、まあ、予備本ちょっと書きましたけどもいわゆる予備校本というのはですねこれ何をやっているかと言いますとあの完全解を紹介しています。 あ,のあんまりこれよろしくないと言いますか逆に言うとまずいんですよあの。司法試験とか国一のです、ね、こう伝統と言いますかそっちの方が悪い方にあの働いてるんですよね。あの法律のの勉強はされたことありますよねあの論文のあれです、えー、と例えば予備校の,なんかあの書いたなんか論文答弁とかでなんか参考答案とか模範解答とかあるじゃないですかあれを全く見たことないって人います すゼロですよあれ見ると分かるじゃないですか、あれって完全会じゃないですか。あの予備校のです、ねまあ、合格者スタッフ、司法試験受かった人間があの参考文献とかも見放題で、で時間も無制限でえ、朝から晩までかかってです、ねえー、がっつり書いてです、ねで、それを、えー、さらにいろんな先生とか持っていって、えー、チェックまでかけて、でそれで、まあ、こういいんじゃないのみたいな感じで、まあ、出したのがこの完全会ですよね。で あの論文とかだったらですね、あれはあれでまあ意味があるんですよ。なんでかっていいますと、究極的な目標はここですと、でもまあ、実際のところはこことこの論で書けなくてもまあ、なんとかなるけどねみたいなあの、いうので、まあ、知識のインプットとか、あとこう、なんでしょうね、論理の流れを把握するとか、いうところで、これ、めちゃめちゃあの有益です、完全化に触れるっていうのはですね、法律の世界では。ですが、適正な場合ってそういかないんですよ、あれ、有害です、逆に。 なんでかっていいますと,、えー、と今回はまあ24章門ですよね、まあ、今回と言いますかずっと24章門ですけども24章門を40分で解くわけですよねそうすると1問あたりどれぐらいかけれるかっていいますと1分40秒なんですよでここは絶対に動かないんですよもう。で 1>, 1問あたり1分40秒100秒でどんぐらいのことができるのかっていうとあのもう本当対処できないんですよね。で基本的に適正っていうのは知識じゃないので要するにどういうふうな筋道でどういうふうな着眼点で解くのかでもうそれだけですよね。でその時にですよ例えば何かこうこの問題は何かこうこんなふうな表とか書いてで丸とかバスとか一生懸命入れていけば、えー、完璧に解けますと。 いうふうな完全が提示されたところで、それ実は使えないわけですよね。本試験だと。なので本試験で使えないこといくらインプットしたって無駄なんですよ。なのでこれはですね、あの基本的に有害なんですよね。逆にマイナスになったりします。たまにいませんかね。あの一番最初にやったときは平均点ぐらい取れたけども、なんか他の予備校でやったらですね、なぜか平均下回っちゃったみたいなですね。あら有害なことをやっちゃってるんですよ。あ変な癖がついてます。 なのであの独学でやるんだったらですね、一番ま,まだましといいますか、まっとうな処置はこれですねあの。日弁連、実際に出題者があの出してます、この統一ガイドブックってがあるんですよ。で、ちょっとこれも若干問題がありまして、あのこれはですね、日弁連の,あの適正試験と大学入試の適正試験があ,のある時から統一されますよね。 その統一される前の年度のやつしかですね、解説が出てないです。というわけで、若干ですね、ほんのまあ気持ちですけども、今の傾向と少しですね、若干ずれがあるかなっていうのは少しあります。あと、少しまあ回答方法が少し古いですね。ですから、そこら辺のブラッシュアップは、ちょっとあの一応私の方では講座やってますけども、独学ならこれが一番ましです。害にはならないです。 というわけで、えっ、ー、とこのまあやる方は、商事フォームのやつですね、この障子フォームの、えー、とこれというのを一応使ってください。<laughs> 多分今だったらまあまだ安値で、アマゾンとあえっ、ー、とこれ、中古本しかないんで、もうあのアマゾンとか、あのあれですね、なんちゃっ,たっけ、あのそのそ出,出品者が出してるやつですね、あそこでまあ買えたりします。 まあ直前になるともっとちょっと値段が上がったりしますので、市場原理が働きまして、まあ、買うなら今の方がいいです。で、えー、と基本これまあ3年分と4年分ぐらい入ってますんで、まあ、あの1冊分ですね、まあ、どこか買って、でそれでまあちょっとこなすというので、あ多分2ヶ月間でしたらまあタイムアップでしょうね。 というのがまあ基本的にはスケジューリングでちょっとすみませんね、えーと、少し長引きましたので、個別の方に入っていきましょう。えーとですね、今言った通りえっ、ー、り、試験の場では、えー、と平均すると1分40、えー、これで第1部から第3部までを一気にです、ね、どかっと届いていかないとだめです。というわけで、途中で,です、ね、休むとかです、ねあの、ちょっとこう。 気持ちを入れ替えるとかですね。あの論文式の試験でやれるようなことは絶対できないですね。これは自殺行為です。というわけで、まずちょっと本番の場で。どんなふうなことを気をつけるべきなのかってところ、ちょっといくつか見ときますと。えと、まず見直しとかですね。えところも禁止事項ですね。 ちょっと後でですね、えー、今日パンフに載ってます、あのこの、まあ、実際の本試験問題、去年の,あの本試験問題ですけどね、まあ、ちょっと時間があれば、これ実際、時間測って解いてみますけども、あの1分40で意外とですね、あっという間です。で、この1分40をですね、あのまあ、フル活用して、えー、どん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 問題とかのできるわけですけども、見直しをするって作業はですね、あの、あんまりもともとですね、意義があるものじゃないんですよね。 大体の見直ししてる時のです、ね、頭の使い方って、まあ、多分見直すさんもこうなんか経験あると思いますけども例えばですよ、えー、選択肢1から5までありますとで、えー、なんか1番2番切って3番ちょっと分かんないと、まあ、三角とくっつけて 4, 4番ちょっと微妙とで5は違うだろうと。というわけで3か4かとで迷うと。 でとりあえずまあ3が正解っぽいなってところで丸つけてで次に進もうかっていう時にいやでも本当に3かなっていうのをですね、まあ、見直しをするといいますかなんか細かいこう記述とかをですねなんかをいろいろチェックするっていうのがまあいわゆる見直し作業といいますか熟この時ですねあの私も結構経験ありますけども頭の中で何してるかっていいますと、えー、自分の選んだこの選択肢3番って答え これが本当に正しいんだっていうのを一生懸命自分自身に納得させるっていうのがですね大体時間のほとんどですで基本1分4帖しかありませんからあのそんなふうにですねやってる時間じゃないんですよでそこで使った時間っていうのは本来であるならば別の問題解くはずの時間をですね、えー、削ってそっちに当ててるだけですというでかなりこれはですねあの無駄といいますか有害な時間ですね、えー、というわけで見直しは禁止です で次ですねあの、過去問を解くとめっちゃめちゃこれ分かりますけども,あのものすごい簡単な問題ですね、それこそなんか30秒でいけるんじゃないかってやつと難問ですね、多分これは2分、3分かかるねってやつあるいはもうそもそも回答不可能じゃないかってやつあの結構レベルの差がですねちょっとこれ、すみません、メモってください、ここは。 えと液門、ね、難問のレベルの差というのは、これ、明らかにもうどう見てもです、ね、あの意図的につけられています。あの出題者はかなり意識してますあの。そうじゃなかったら、あ,のあんなふうにならないですから、問題がですね。でたまにひどい粘土があってです、ねあの、普通です、ね、まあ、液門、難問って、まあ、ランダムにバーッとシャッフルされますんで。 まあ、あの解いていく上でです、ねまあ、ちょっと難問が混じるかなぐらいで済むんですけども2008か9かちょっと忘れましたけども第 1, 部でです、ね、第1部で難問が前半にガーッと集中していてですねで液問がですが、ね、後の方にザーっと集中してるんですよ。す、え、る、ー、とど,などういうふうなことになるかといいますと真面目にこう一問一問解いている人はですね途中のだたい16問。 目ぐらいまあ全部で24問ありますけども途中16とか15あたりでもうタイムアップになっちゃってるんですよね。あのこれも明らかにです、ね、あの意図してあの配置されてます。あのこういった年度がです、ね、もう1年分ぐらいあるんですよ。であの最近のです、ね、傾向といいますか、まあ、傾向というわけではないんですけども2013ですかね。 1> えー、と第1部ですね第1部の23問目、24問目はめちゃめちゃ簡単なことが多いです。多いと言いますか、あのそうなってます。3、4、5ですね。とにかくですね、というわけで、あのまず目指すところはです、ね、40分の中で1から2十を目、とりあえず全部目を通すというところをまず目標にしてください。でそれだけで結構ですね、あの得点率と言いてますか、それは上がります。で、えー、とポイントになるものはですね、 やってみて、時間かかりそうだって問題は、えー、すぐ飛ばしますあの。もう解かないです。だと30秒ぐらいやればですねあの、簡単そうか難しそうか、それは分かりますよねあの。過去も4年分ぐらいやってれば。で、それはもう30秒でも切り上げ。で、えー、簡単な問題の方に全部尽力します。で、例年ですね、この簡単な問題というのが大体16問ぐらい出ます。あの割合的には。というわけで、 こんだけ16問取れてればなんとかですねギリギリいけるんですよあの上20%とかは、えー、従いましてまずですねこの液門を絶対落とさないと難しいキャラを飛ばしていいです適当にマー,あのマークはつけますよもちろんあの20%にかけてあの何問飛ばしてますで16に行きますまずこれは基本的な路線ですあと見直しはしませんじゃあえーと次ですね えっと四年もですね、四年分もあの過去問やればですね、あの同じような問題がですね、大体二回は出ます。で二回出てきた問題ですね二回出てきた問題はこれは必須ですあの四年間をですねパートもうランダムでもなん続き番号でもいいんですけどもあの四年分やって二回出る要するに まあ2年に1回でで出るわけですね、えー、そういった問題はあの苦手だろうが何だろうとにかくです、ね、克服しないとダメです。いや、出るわけですから。というわけで、これは必須ですね。あとはですね、えー、もう2回どう出るとかですね、もうそんなのもう度外視して、あの絶対出るってやつあります。あとですね、費用対効果がいいやつがあります。えっと、絶対出て、かつ費用対効果あ。費用対効果ってあれです。あの ちょっとやればです,、ね、あのすぐ解けるようになるタイプの問題。えー、っと、ちょっと書いておきますね。あこれをメモってください、せっかくなんで。第1部がです、ね、あ論理系の問題ですけれども、えー、っとまず形式論理ですね、これは必須ですね。 あのこれも出ないとしてはないです。あの出なかったとしてはもうゼロです。あのもう例外はないですね。えっ、ー、とちょっと CF で書いておきましょうか。例えば2006年で行くならば、えー、と問題2とかですね。 まあ多数です、あのめちゃめちゃ多く出ますちょっとなんか著作権の関係がありますので、まあ、表紙は出せるんですけどね、ねちょっと問題も出さずにいっときましょうかで、えー、とあとですね、えーと、資料解釈のエッセンスを持っている問題ですね。 えとこれも必須ですあのどんだけ苦手でもですねあのこれやっとかないとあの点数がガーンと下がります大体いい目安ですね、えー、まあ3問から4問で主猟会社の話もまあ3問から4問最低でもですねあのこれだけでも56問ぐらいはあの確保できますので、えー、これおすすめですね あとです、ね、費用対効果がいい問題としましては、えっと、論理関係の問題ってこれ何かって言いますと,、えー、とちょっとまあこれもですね、まあ、どっちみち皆さんもあの独学の方はあの問題絶対買うわけですからちょっと問題番号だけ言っておきましょうか。 えっと、同じく2006年でいきますと、遠、えー、いの15番ああの、過去も絶対買ってくださいね、独学の方もあの。過去も買わないともうどうしようもないんで。あとすみませんね、ちょっとあの訴求しますけども、素、え、論、っと、解釈、えー、これがまあ同じく2006年でしたら、えっと、問題12ですね。 まあ何かしら買ってくださいあもちろん他にもありますよなんか今回でしたら同じ12番にも8番とかまあつらつらいますけどとりあえず代表的なところだけバッと書いておきますでこの論理関係っていうのはですね多分この中でこれが一番おいしいでしょうねあの出るパターンが一番決まってますあのなんかデジャブかっていうぐらいですねあの死を実語を変えただけであそれからあれですよなんかあの 昔の問題だったら太郎さん、花子さんってなってるところが三郎君、一郎君ってなってるだけとかですね、本当もうそれぐらいのちょっとした違いしかなくてです、ね、あの同じような問題が本当に繰り返しで出てますので、これはめちゃめちゃおすすめです。というふうに、あのもう2か月間しかありませんので、ちょっとやるだけですぐ解けるようになって、まあ、いわゆる費用対効果が良くて、しかもそれがです、ね、絶対出る、えー、しょっちゅう出ると。 いうところからも抑えるっていうのは基本ですね。で、基本ですね。まあ第一部の問題で、あの、まあちゃんと時間をかけて復習して、全くですね、もう手も足も出ない理解できないっていうケースはほぼないです。あのこれまで受講生さんとか見ていてですね。まあですからあの第一部がですね一番あの早くあの得点源にしやすい。 いいいうのをあの覚えておいておくださいですから第2部とか第3部の,あのパズル系とか長文特解ですねあれが苦手だって人は特にですねこの第1部に力を入れると。あの本来でしたらね本来でしたらあの1部も2部も3部もですねちゃんとこう平均的に全部の部で、まあ、18点ぐらい取れるというのが一番理想なんですけどもあのもう2ヶ月間しかありませんのであのいわゆる 傾傾斜斜配配分分ですね傾斜配分要するにただどうしても第2部が苦手だったならばあのそう苦手な部分ですね第2部のところ若干ちょっとですね、ま、時間を少し短縮させてでその分ですね点数が取りやすい第1部の方にちょっと時間をこう多めに費やするとそうすると第1部の方で、えー、20点ぐらい取れてで第2部の方では15点ぐらいしか取れないと、ま、だけども一応ですね、まあ、平均すると、まあ、17点ぐらいいってると。 一応そういったは作り出すことができますで第1部で、えー、切っちゃれば20点まではいきますそこからさらに超えて24点にいけるかこのここら辺にな,なってくると若干ちょっと厳しくなってきますだから20点目処にしてくださいまずあの2部3部が苦手な方はですねと20代っていうのがまず第1部の話です あですみません、ちょっと1個言い忘れてまして、えっ、ー、とですね、最近の、えー、と第1部ですね、ではあの、ちょっとしたパズルチックな問題がですね、あたまに出ますあの。それこそあれですね、何でしょうね。えー、A さんが B さんに本を貸して、でその本が何で,で、B さんはこれ C さんになんかどうしてこうしてとかですね、なんかそんなふうな感じで、なんかこう、 なんかこんなふうな評価ってなんか丸とかバスとか書くやるなんか公務員試験チックの問題ってあるじゃないですかこういうミニ,ミニゲームというかですねまあミニパズル問題みたいなあのこれ結構な頻度で出ますでこれ結構な頻度で出るんですけどもあのこれ解こうとするとですね大体得意な方でもあの3分ぐらいかかりますですからあのこれはですねちょっと今現段階で得意だって人以外はあの捨て物にした方がいいです あの本当だったら、ですねこれあの絶対出ますんで、絶対とかなり頻度出ますんで、得意分野にした方がいいっちゃいいんですけども、なかなかですねあの得意分野しにくいところなんですよね。なので、今現状でですね、現状に鑑みて、できるならやる、できないならもう諦めるというのがいいです。じゃあ、次ですね。 えっとこの第二部の方に行きます。えっ、ー、とこれがですね一番ですねあの言葉で伝えにくいんですよね。あの実際にこれ問題解いてみてであの実際解法を示してでこういうふうにすれば解るでしょっていうのをあの積み重ねるしかないんですよ。ですからある意味ですねこれあんまり部全体としてあの費用対効果そんなに良くないです。というわけでまあちょっと優先順位は若干下がりますね。 えとどううししましょうかねちょっとこれ映せないのでえとちょっとすみませんね抽象論になっちゃいますけども問題ごとにですね問題ごとにあの適切な回答方法っていうのはあのもうほぼほぼ決まってます。 あのそれこそもう適正試験のですね積み重ねっていうのはあのまあ結構な年数ありますからねそれこそ2003年からずっとですねあの積まれてきてるわけですからあの結構な年数があります。というわけでほぼほぼですねもうこの問題来たらまあこんなふうに解くねっていうのはもうほぼ確立されてます。ですがこれですね意外とあのさっきの第一部と違いまして。 あのバリエーションがですね多いんですよなのでやっぱりどうしても、ね、得意にするには時間かかります。あこの考え方使えるな」っていうふうにあのサクッとですねこう頭がそこにシフトできるっていう行くまでにやっぱり結構の慣れがいるんですよでもうこればっかりはですねあの問題解くしかないです で問題解いて、えー、この問題はここに着目をしたらこういうふうな解放が妥当なんだからこういうふうにしたんだとかですね、まあ、それを講義とかでも繰り返すしかないです。でどうしてもなるならばもうこれですねあのこれ使ってであのだいだいどういうところに着目をしてこんなふうになってるのかっていうのをまあもうざーっとですね4年分解きまくるっていうところでぎりぎりですね、まあ、16点ぐらい死守するって感じになるでしょうねコンセプト的には。 であの絶対やっちゃいけないことはです、ね、あの無目的にです、ね、条件をまとめる人といいますあのとにかくもうメモるとあの適正がです、ね、苦手な人と得意な人の,です、ね、あの終わった後の回答用紙といいますかあの問題用紙ですね。まあ、実際適正試験では あの論文式と違いましてあの答案構成をしとか与えられませんからあの全部問題文の余白にですね余白のところにあのまあ表を書いたりとかですねそんなふうにやるしかありませんけどもあ得意な人はですねあの苦手な人はですねいろんな,なんかどうでもいいようなですねこれ使えないだろうっていう表,表とかですねなんか条件のまとめとかをなんかわーっと書いてまして。 ただ問題用紙が結構汚れてます。というわけであの無目的にたた、ね、ただただメモを取るいい癖はあの極力最初の段階で捨た方がいいですまず最初の選択肢を見てですねまず問いを見てで何聞かれてるのかと。で要求されてるものにどういう情報があればこの問いで聞かれたことが導けるのかってところを逆算してでそれに関連する情報をピックアップすると。 えこれの繰り返しですだから考え方はですね論文でもですねなんか無目的になんか問題文読んでなんか事実関係無駄,無駄にこう一生懸命見守ろうって普通やらないじゃないですかあくまでも最初投票見て、えー、例えば何,か何でしょうね例えばう、えー、さんがおっさんに対して 例えばなんか錯誤無効を主張したいとかですねいう時にどうするかっていうとじゃあ錯誤無効の要件何かとでこの要件を満たすためにこの問題文からどんなふうなことを拾えばいいかっていうふうに逆算していきますよね大体あの法律構成からあのそれと同じようなことをやるんですよ適正試験でも,で,もですね第2部でもっていうのがまあ第2部ですで最後第3部ですけれども えとまあ、問題文が与えられまして、まあ、何ページかです、ねまあ、結構長々あの文章が与えられますで、まあ、説問がですねあとこうずっと続くというふうな感じですであの西弁連、まあ、この適正試験のですねあの第3部の長文読解の特徴としまして、まあ、まずこの 一小問あたり一分四十ですよね。で。この状況で。あの。問題文ですね。最初まあ、じ、あ試験時間始まって。問題文をここから読み始めて。多分それだけで、まあ三分ぐらい持っていかれますよね。したら残り時間七分とかになりますね。で、小問数はだいたい一、一、大問に六個つきますから。もうこれだけで一分超えなっちゃいますね。 1>, 1分ちょいであの全部の問題解ききるということは絶対無理です。これやっちゃいますと、大、え、問、ー、あ4つあってだこ、ここで終わります。だからこれがです、ね、解けなくなります。でちょっとこれはさすがまずいんですよ。なので、えー、と基本的には第3の解き方としましては、あの2か月間でもう慣れちゃってください。ただ1か月もやれば慣れます。あの問題は見ないです、えーと。最初見るところはここです。あの問いの方です。 で問いの方を見ますと例えば「クーラー1」に入る語句はどれかとかあるいはですね、えー、著者が何々について述べてるけども、えー、それについて内容が合致するものを選べとかですねそんなふうになっています。でこの適正意識の特徴としましてあの大学入試とかあと公務員試験にない特徴なんですけどもあのこの証文を解くのはここを見れば解けるとかですねあるいは逆に,ですあ逆にと言いますか別で。 えー、この証文を解くんだったらここを見れば解けるとかですねあのだいたい問題文のこの頻度が集中している場所とこの問いがですね大体いい1対1で対応します。というわけであのこの問題についてはどっかにまあ選択肢をざっと見てあこの辺に書いてあるなっていうのが分かればあとはいたいその半ページ分ぐらいをですねあのがっつり見れば、えー、それだけで答えが出るよにできてますので。 あのそもそもそれ要求されてない話なのでそれはやらない方がいいですね。であとはですねこの1問あたり、えー、まあ大問4つでまあ40分ですから1大問あたり絶対、えー、10分ですねあのこれは第2部でも言える話ですけども1大問あたり10分でまず区切ります。あのこれはもう毎年毎年機械的で結構です。 で例えば第1問のところで,、えーでしょうね、小門6問目とか解いてる段階でも,もう10分来たらもう強制終了して次いきます。でまた2問解いてみてで途中でだとしましても強制終了で次とあの。これが一番リスク分散が一番やりやすいです。あの第2部でも第3部でもそうですけどもとにかくですねあの全問解き切るっていうのが一番いいんですよ。あの液門がが、ね、取りりこぼしななくなりますから ありますよ、ね、あの長文読解とかで特にですね見た瞬間これは解けるとかですねあるいは見た瞬間これは間違えて分かるとかですねあのそういったとこありますんであの必ずですねあの時間管理だけはしっかりとやってくださいというわけでちょっとですねすいませんねあの残り時間がちょっとあと2分3分になっちゃいましたんでちょっとまとめをしておきますと あえー、とちょっとこれ、ですね家これ結構いい問題なんであの、このパンフに乗っかってるやつですね。えー、とこれはあの家で解いてください、必ずで。このタイプの問題は2015で出てますけども、たぶん2016でも出ます。というか2013、14、15でずっと同じようなタイプ出てますので、あの2016でもですねこれかなり有効です。でここにですねあの解説、あのちゃんと書いておきましたので、あのこの解説も見ればですねあの分かりますから。 というわけでまずちょっとこれはですね、ちゃんとご自宅でやってみてください。あと、独学の方はこれ買ってください。まあ、これ2007年版ですけれども、2010とか2009とかですね、あの年度ごとにあの出てます。で、例えばこの2007でしたら、2006、5、4っていうふうな3年分ですね、それが含まれてますあ。6、4、3まで含まれてますね、2007には。で、大体、まあ、あの例年、例年ですね。 3年分から4年分が含まれてますんであのまあ皆さんの残り2か月間ならば、えー、どっか任意の、えー、この1冊を買えばですねそれで足りますというわけでまあ早めにですね買ってくださいあとやることですねやることとしましてはもう本当過去問ですでできればですねあの直線域内予備校の模試をあの1回ぐらい受けた方がいいんですけども あの受けていい方はですねこの4年分が終わってる方ですね模試も,もですね受けて、まあ、受けるだけで結構半日ぐらい持っていかれるじゃないですか模試はですねで、まあ、あの4年分が終わってないのに模試受けてでそれでも受けっぱなしで終わるっていうのはものすごい時間もったいないのでこれが終わってる方がですね終わってしかもあと1年分ぐらいだったらあの復習もできるって方があの受けた方がいいです。 ちょっときついかもしれないですね、これは、時間的には。ですから、ちょっとここは4年分というのは一度、めどにしてください。最低ですね、どんなにやばくてもあの3年分、これが本当、もうですね、譲歩できる限度といいますか、これ下回るとかなりやばいです。ですから、もうとにかくもう過去問ですね、ぐるぐる回してください。 というわけで、えー、とちょっとすみません、早口になっちゃいましたが、えー、と今日はちょっと1時間というふうな約束だったので、えー、とこれでちょっと時間ですね、タイムオーバーということになっちゃいました。でえー、とあとはですね、ちょっとまあこれから先もいろいろなんかガイダンスとか、あと例年ですね、なんか、本試験直後ですね、第1回が終わった直後に、あの第2回に向けてあの一発逆転とかですね、いろいろありますので、あとはそこら辺のところでまた、あの 具体的な問題解きながらですね。ちょっとノウハウとかを話していくことにします。じゃあ、えっ、ー、と今日のところは以上です。どうもお疲れ様でした。